FNS 歌の春祭りは、FNS 歌謡祭、FNS 歌の夏祭りに続く、富士テレビ系列で2016年から2017年まで、毎年1回、3月下旬のゴールデンタイム、プライムタイムに4時間長にわたって放送されていた、日本の春の大型音楽番組である。FNS 歌謡祭の派生番組である。春の FNS 歌謡祭という証拠もされる。 1974年から毎年冬に FNS 歌謡祭、2012年から毎年夏に FNS 歌の夏祭りと、フジテレビ系列で年に2番組の大型音楽番組を放送されてきたが、2016年から春にも放送される。これに伴い、フジテレビ系列で年に3番組の大型音楽番組を放送されることになる。当番組では、 番組ホームページでアンケートして番組側が制作した春の名曲ベスト100を春の名曲100選と題して発表したりまた出演アーティスト同士が発売された楽曲をもとにご本人だから語ることができる自身の名曲の裏エピソードや制作秘話などそれぞれが心に秘める春歌の思い出を語り合う番組内容となっているさらに桜、梅 花畑などの春をイメージしたセットでの豪華、スタジオパフォーマンスも披露されている。また、春は門出の季節ということで、ロケ企画として日本全国の学校へ出向き、卒業式にアーティストが飛び入り参加するサプライズ企画が行われている。また、学校に限らず、成人式、職場、被災地などにもアーティストが出向き、サプライズで歌をプレゼントしている。 2016年では、事前に番組ホームページで卒業式サプライズをしてほしい学校として、卒業式でアーティストにサプライズしてほしい学校と教えてください。あなたの春の名曲、として好きな春の名曲や番組で聴きたい春の名曲を募集した。2017年では、2016年と同様で、事前に番組ホームページで音楽でサプライズしてほしい人として、 サプライズでアーティストに歌のプレゼントをしてほしい人とあなたの心に残る春歌は、として桜、卒業、旅立ちをテーマに好きな春の名曲や番組で聴きたい春の名曲を募集した。過去の映像を中心に放送するフジテレビ系列の音楽特別番組は2013年11月2日放送の FNS 名曲の採点秘蔵映像で振り返る55年。 ノーミュージックノーティービー、マイナス以来約29年ぶりである。CM 前の SE エンディング曲は FNS 歌謡祭の花咲く歌声が使用されている。2016年の平均視聴率は13.4%となった。瞬間最高視聴率はサプライズ企画で藤巻亮太が3月9日を披露しているシーンの17.8%だった。 2017年の平均視聴率は9.3%となった。瞬間最高視聴率はスペシャル企画、嵐富士テレビドラマ主題歌特集の12.7%だった。2018年は当番組の放送は見送られたが、それに変わる形で、ローンミュージック特別編版の歌が同年4月6日23時翌0時10分に放送された。同じく、 2019年も見送られる。3年ぶりに春の放送となる FNS 音楽特別番組として、2020年は3月21日に緊急性放送。FNS 音楽特別番組春は必ず来るが、放送されることになったが、社会情勢を鑑みて急遽編成されたため、 番組の性質としては2011年に放送された FNS 音楽特別番組上を向いてアルコう歌で一つになろう日本に近いなど3月28日19時23時24分に放送 FNS 歌謡祭 FNS 歌の夏祭りは主にこれまで水曜日に放送されお得み率いる菊池新 CP が制作していたが当番組は佐々木進 CP が制作し 月曜日に放送した。FNS 歌謡祭、FNS 歌の夏祭りと比較して、トーク番組の構成に近く、出演アーティストの大半は楽曲を披露しない構成である。総合司会進行役出演アーティストスタジオでのトークパートでは、下記の3つのパターンに分けて別取りで収録。ナレーター3月は、角出の季節ということで、日本全国の学校へで向き、 卒業式にアーティストが飛び入り参加して歌のプレゼントをするサプライズのロケ企画が行われた。サプライズ企画番組ホームページでアンケートして番組側が制作した春の名曲百選を2000人が選ぶ今聴きたい春の名曲百選と題して過去に放送された FNS 歌謡祭ミュージックフェア夜のヒットスタジオへいへいへい 僕らの音楽などの音楽番組で披露された映像をもとに100から1までのカウントダウンで発表した。春の名曲百選番組前半には全国600校に徹底調査。2016年の卒業式で歌われた曲ベストこと、題して日本全国600校以上に番組スタッフが電話取材し、卒業式で歌唱する曲を徹底リサーチした。そのデータをもとに、 2016年版リアル卒業式ベスト5を発表した。また、第1位の旅立ちの日にが1991年に埼玉県秩父市立影森中学校の教員によって作られた合唱曲で作詞は当時の校長であった小島登作曲は音楽教諭の坂本博美であることや2007年にスマップがカバーしたことなどが VTR で紹介され、VTR 明けには上記の出演アーティスト11組のコラボレーションで披露された。卒業式で歌われた曲ベスト後3月22日19時23時18分に放送。昨年は月曜日に放送されたが、今年は FNS 歌謡祭、FNS 歌の夏祭りの FNS 歌謡祭シリーズの例年通りで水曜日に放送された。ただし、 当番組が水曜日に放送されるのは、これが初となる。制作は、FNS 歌謡祭、FNS 歌の夏祭り、ラブミュージックのスタッフが担当。昨年に引き続き、好評だったサプライズロケ企画が行われて、参加者を番組ホームページで募集した。今回は、嵐が新曲、I'll Be There テレビ初披露。サプライズ企画豪華ご本立て。 祝三十周年。月休ドラマ伝説の名シーンが蘇る。あなたの心に残る春歌は春の名曲百選、宝塚歌劇団月組による人よ限りの豪華、見覧賞といったスペシャル企画を含めた5個の見どころが設けられていた。サプライズ企画では、漁師の青年に AKB48 がサプライズ成人式、台風で大打撃。 北海道南フラの町に大黒牧が、藤巻良太が3月9日を吹奏楽部とサプライズ共演、たった31名の卒業生に贈るワニマ、サプライズライブ、大分の中学生にリトルグリーモンスターが旅立ちの日にを届けると昨年より多めの5本立てで放送された。AKB48 藤巻良太以外の出演アーティストは当番組初。 出演だった。番組ホームページでは、2017年末と2018年春に向けて引き続き、サプライズしてほしい人を募集していたが諸事情により、企画自体が見送られた。ちなみに、サプライズ企画や月給特集などが多めの番組構成だったため、スタジオライブで楽曲を披露したのは、嵐と宝塚歌劇団月組の二組のみだった。 総合司会出演アーティストトークゲスト相葉まさき、滝井咲、滝藤方1月9ドラマ、貴族探偵キャスト長野メイ、三浦翔平映画、昼中の流星キャストスタジオでのトークパートでは、下記の3つのパターンに分けて別取りで収録。ナレーター、日本全国各地へ出向き、アーティストが歌のプレゼントをするサプライズのロケ企画が行われた。 サプライズ企画番組ホームページでアンケートして番組側が制作した春の名曲百選を1万5000人が選ぶ春の名曲百選と題して過去に放送された FNS 歌謡祭 FNS 歌の春祭りミュージックフェア夜のヒットスタジオへいへいへい僕らの音楽などのフジテレビの音楽番組や各アーティストのライブで披露された映像をもとに 100から1までのカウントダウンで発表した。春の名曲百選番組後半には、富士テレビ月曜区自枠の連続ドラマが1987年に創設されて、今年で30周年を迎えた記念で、歴代大ヒットが月9ドラマをダイジェストで振り返った。月9ドラマ30周年ヒストリー同じく、番組後半には、嵐の歴代の富士テレビドラマ主題歌を各ドラマの映像や、 FNS 歌謡祭、FNS 歌の夏祭り、へえ、へえ、へえ、などのフジテレビの音楽番組で披露された映像と、共にダイジェストで振り返った。嵐フジテレビドラマ主題歌、特集 2016FNS 歌の春祭り 2017FNS 歌の春祭り。ありがとうございます。